おはようございます。8月31日月曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは今日の雷雨発生確率を見ていきましょう。今日も西日本や東日本、日差しが届くところ多くはなるのですが、湿った空気の流れ込みや気温の上昇、そして前線の影響により広くにわか雨や雷雨など天気急変の恐れがあります。また東北エリアでも雲が広がりやすく雨が降りやすくなりますので、雷雨などにも注意が必要となります。外出時は雨具お持ちになってください。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。南西諸島は台風9号の接近に伴い荒れた天気となります。すでに風が強まっているところがありますが、この後はさらに風が強まっていき、お昼以降は暴風雨となりそうです。停電や倒木、高波、高潮などに厳重な警戒が必要です。不要不急の外出は控えて、最新の情報をこまめにご確認ください。そして九州から関東エリアにかけて日差しが届くところが多くなります。ただ前線の影響で関東エリアなどでは雲が広がりやすくなりそうです。各地にわか雨や雷雨など天気急変の可能性がありますので、空の変化にお気をつけください。東海から西のエリアほど気温が高く、35度を超えるところが多くなりそうです。今日も熱中症対策しっかりと行ってください。北日本では雲が広がりやすく、東北エリアほど雨が降りやすくなりそうです。強まる雨や雷雨などにもお気をつけください。また北海道では引き続きあまり気温が上がりませんので、上着などで調節を行ってください。東北は太平洋側で昨日よりも気温が下がり、暑さが和らぎそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。